3月3日は桃の節句ひな祭り。札幌市内の人形専門店を訪ねてみると、淡いピンクの衣装を羽織ったひな人形に、こちらは黄緑色が広がり春を感じさせる色合いです。顔はまつげが長かったり、目元はパッチリ。伝統的な和装が当たり前でしたが、最近は現代風に多様化しています。こちらには定番のサイズの大きいひな人形が並んでいるんですが、最近人気なのはこちら、小さいサイズのひな人形だということです。ひな人形を置くスペースを確保することが難しくなっている住宅事情に合わせて、幅50センチほどのひな人形が揃っています。よりシンプルに、よりコンパクトに飾れるひな人形が主流になってきています。さらに最近のキーワードはカスタマイズです。こちらはですね、このお人形を選んでいただいたとして、好きな台であったり屏風に合わせて、お子様だけのオリジナルセットを組んでいただけるようになっております。ひな人形や屏風、小物を入れ替えて自分だけのひな飾りにすることが人気です。春らしい屏風に飾ってみると柔らかい印象に。金の屏風の前に人形を置いてみると落ち着いた雰囲気になります。皆様のニーズも増えてきているので、すごく多様化してきているかと思います。和室に飾るとかっていうよりは、インテリアとして家の中に合うものっていうのを選ばれる方も増えてきているのかなと。ひな人形の歴史が分かるのは道南八雲町にある施設です。明治時代から現代までのおよそ350体のひな人形を毎年この時期に展示しています。数がここ八雲では少ないですし、特に今寄贈いただいたものに関しましては、尾張徳川家の移住でやってきた人からいただいたもので、様式的にも名古屋的なものですし、あと尾びなと目びなの位置が現在とは反対になっているというのが特徴ですかね。宮殿のような御殿と呼ばれる建物の中に尾びなと目びなが並んでいますが、明治時代のひな人形は飾る位置が現代と違い、左右が逆なのです。さらに昭和の時代になり、戦後に飾られたものになると、顔の形は丸顔に変わるなど変化を楽しむことができます。子どもの健やかな成長を願って飾られるひな人形、お祝いの気持ちを考え、納得のいくひな人形を選びたいものです。